はチャッピーでーす。本日ね、当店の日替わりランチは肉豆腐でした。そんなことでじゃじゃーん、肉豆腐を作ったね。お肉の旨味たっぷりのお出汁が余っちゃったので、こいつを使ってね、あの豆飯を作りたいと思います。ポチャッと作ろうか。こちらの木綿豆腐ね、半丁使います。こいつをね、ランチで余ったこの肉豆腐の出汁に入れて、じっくりコトコト煮込んで味を染み込ませていきたいと思います。今ね、20分ぐらい煮込んでおります。もうあと30分ぐらいですかね。今回はね、まかない作りの動画なんですが、普段はね、簡単に作れる美味しいねレシピなんかを紹介してますんでね、その時にね、美味しくなる簡単なコツやポイントも説明させていただいてますんで、よかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい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 、はい、今ね、小一時間ゆっくりじっくり煮込みました。味もいい感じに染み込んできたと思いますんでね、ご飯に盛り付けてまかないを食べたいと思います。ガツガツご飯を盛り付けたら、こちらじっくり煮込んだ豆腐を乗っけちゃいます。うわ、マジでうまそう、やべえ。今回はね、肉豆腐を作ったんでね、ちょっとお肉も余ってますんで、ここに余っているお肉を乗っけときたいと思います。まあ全然たっぷり残ってませんでした。はい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 、あとはね、この肉豆腐のお出汁ちょっとかけちゃいます。完全に肉豆腐のタレだけでいけると思うんですが、豆腐もじっくり煮込みました。ちょっと劇的に美味しくしたかったんでね、卵黄の方も用意してます。この辺にちょこっと乗せちゃいましょうかね。お肉でガードしといて、卵黄の破壊、真ん中に乗せます。うわー、めっちゃうまそう、やば。あとは刻みネギをトッピングして、ここは完全に一味でしょう。もう定番この一味を使ってパパッとかけたら、はい、これでね、私の本日のまかない豆飯の完成です。肉豆腐で作った豆飯、それでは今日もポチャだきます。